浅沼技研は国の支援を得て、鋳造品における高強度化、高延性化、複雑形状化に貢献する技術として、汎用釉成形法を活用した金型と砂型のハイブリッドモールド鋳造技術を開発しました。ダイカストの場合はですね、完全に液体を高速で打ち込みますので、非常に空気の巻き込みとか酸化物の巻き込みとか、液体から固体になる時の凝固収縮ですね、それが非常に大きいということで、非結の欠陥が出やすい。それに対して蓄積キャスティングの場合は汎用釉成形ということなんで、半分溶けた状態ですので、それを低速ってやってゆっくり押し出しますので、そういう空気の巻き込みとか酸化物の巻き込みが非常に少ない、上に凝固収縮が非常に少ないということで、欠陥が非常に少ない、不良も出にくいと。低速低圧で打ち込むことで、浅沼技研のコア技術である砂型鋳造と組み合わせることができ、金型の中へ砂型の型を組み込むハイブリッド鋳型によって、ダイカスト法では困難であった鋳造品の成形が可能になりました。金属の型の中へ砂型を置けますんで、抜き勾配がないとかですね、アンダーカットになっている部分、それから中空にしたい部分、そんな部分に砂型を使うとですね、そこは砂型ですので、鋳込んだ後に砂を取り出せばそこが中空になりますし、アンダーカットの部分も OK ですから、そういう利点があると。ダイカストはできないことができるというのが一番の利点だと思います。浅沼技研の第一の顧客は自動車メーカーですが、電気関係や航空宇宙関係などの業界も強い興味を示しており、今後はより広い産業分野への展開を目指していきます。